耳かき名人かがくいひろし。耳かき屋のひょうーたん先生が耳かき草に水をまいています。ぷっとまいてぷっとまいてぷっ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 とまいてぷっとまいてぷっぷっぷっ。先生、そろそろお時間です。ふむ、それでは最初のお客さんを呼んどくれ。はーい。パオン。はじめに来たのはゾウさんでした。耳をほじってほしいでごわす。ふむ、ひょうすけ、ゾの一番の耳かき草を取ってきておくれ。はーい。ゾの一番、ゾの一番と、お、これだ。わ、太い。よーし、うんこら。うん、メリメリメリ。しょっと、ズポリン。わっせ、わっせ。先生、ゾの一番。うむ、ご苦労さん。それ、ほじほじほじ。ほじほじほじと。どうじゃ？パオパオパオーン。いやー、なんともよか気持ちでごわす。ふにゃらふにゃら、ほえほえほえ。先生、あんまり気持ちよくてゾウさん溶けちゃいましたけど。とろとろとろりー、ツンツン。まあ、そのうち元に戻るじゃろ。心配ない。それでは、次の人、呼んどくれ。はーい。ぴょんすかぴょん、ぴょんすかぴょん。次に来たのは、うさぎの団体さんでした。耳かきしておくれやす、おくれやす、おくれやす、おくれやす。うむ、たくさんでおいでだな。ひょうすけ、耳かき草のうの、1番から100番まで取ってきておくれ。はーい。うの1、うの2、うの3、うの4、うの5、うの6、うの7。先生、前が見えません。わしもひょうすけが見えん。さあ、並んで並んで。それ。ほじほじほじ。ほじほじほじと。どうじゃ？ほんまに気持ちええわ、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 ええわ。先生、あんまり気持ちいいので、うさぎさん、つながって、まるーくなっちゃいましたけど。コロコロリー。まあ、そのうち元に戻るじゃろ。心配ない。次の人、呼んどくれ。はーい。はあ、すごーい。シャン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 。さてさて、次に来たのは。耳をほじってけろ。はて、声はすれど、姿は見えず。もしや、あなたは透明人間さんかな？なんだ。本当におったんじゃ。ひょうすけ、との4番の耳かき草を取ってきておくれ。はーい。きっと、ムンズ。すっぽん、これが。先生、たぶん、との4番。うむ、ご苦労さん。それ、ほじほじほじ。ほじほじほじと。どうじゃ？まんずきもじえ。ごぐらぐごぐらぐ。どれ？それでは反対の耳じゃ。それ。ほじほじほじと。うーたん先生。なんじゃ？そこは鼻の穴だしゅ。ファッファッファッ。おお、すまんすまん。ファッ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 。ワークション。くしゃみが出て
一瞬ですが透明人間さんの本当の姿が現れたのです。今の見たか、氷介。見ました、先生。透明人間さんは本当はサンタ。し、誰にも内緒だぞ。はい。無事に耳かきが終わりました。それではお達者でー。シャン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 。氷介、今日はここまでにしよう。はい、先生。ほじほじほじ。先生、お疲れ様でした。うむ、氷介もお疲れさん。しかし、なんだなぁ。やはり耳かきをしてもらうのはいいもんだなぁ。ああ、気持ちいい。氷介、腕を上げたな。ひょ、うーたん先生は耳かきの名人。今日も先生のもとへお客さんが続々とやってきます。弟子の氷介はせっせせっせとお手伝い。さて、どんなお客さんが来たのでしょう。